次はカエラシンに会った話するか。カエラシンに会ったんだよで、なんかもともとその誰だっけな、なんか誰かが挨拶しに来てくれてて、あ、カエラシン言ってた？え、カエラシンがなんて言ってた？コボちゃんがなんかね、控え室に挨拶にしに来てくれてて、で、なんか、あ、コボちゃんじゃんみたいな話になって、そしたらみんないるよみたいになって、え、会いに行こう会いに行こうって言って挨拶しに行ったんだけど、なんかカエラちゃんもいるよみたいになって、で、カエラシンいんのみたいなって、カエラシンにもう感謝を述べねばっつって、で、会いに行ったんだけどさ、そしたらさ、カエラちゃんがさ、お土産くれたので、スバル、インドネシアのミーゴレンっていうなんか焼きそばみたいなやつめちゃ好きなのね。まあ、とりあえずカエラちゃんに会ったら、あー、カエラシンいつもありがとうございますってとりあえずなんかそのさもう感謝をね、もういつも本当に本当にありがとうございますカエラシンって言って、もうとりあえずね、感謝をした後にカエラちゃんがお土産でよかったら持ってってくださいとか言って、で、すごいいっぱいね、ミーゴレンがあって、で、最初は1個ずつみたいな感じだったから、じゃあスバリーが一番好きなミーゴレンこれですみたいな感じで1個もらったら、なんかね、え、もっともらってっていいよみたいな話になって、じゃあ2つもらおうかなと思って2つ目のミーゴレンもらって、そしたら、いや、もっともらってっていいよみたいな、で、気がついたら、まあ、6つぐらいもらってたのねまあ、もう一個いいよ、もう一個いいよが続いて、気がついたら 5個ぐらいもらってたのね、5、6個。それで、さすがにもらいすぎじゃねとか思ったんだけど、いや、カエラが、いや、いいよ、いいよ、みたいな。だからなんか、え、な、ね、ま、マイクラいや、だから、え、ありがとうみたいな。ありがとうね、カエラ。それじゃあ、スバルはもうこれで、そろそろみんな忙しそうだし、帰るわ。カエラが、もっと持ってるから今度マネージャーつてでスバル先輩に渡しますねみたいな、いや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 、カエラシーン、カエラシーン、申し訳ないんで大丈夫ですみたいな、カエラのリスナーさんがいたら聞きたいんだけど、カエラシーンは何が好きなの？もう、何か返さなきゃいけないんだけど、何を返せばいい？ゴリラって何？苦い食べ物？ほんと？え、それほんと石？石好きなの？もっとマイクラして。でもこの前おかゆに、今度はあきちゃんがマイクラするってさって言われて、スバルちゃんしない、しなくていいのみたいな。あきちゃんマイクラすんの？じゃあやろうかなみたいな。カエラシンに今度聞くか。カエラシンは何が好き？でもびっくりしたんがさ、カエラ普通にさ、日本に、カエラシン日本に来てからもさ、なんか5時間超えの配信普通にしててさ、なんか12時間やってたらしいぞ。すごすぎるやろ。いや、だからカエラちゃんすごいなって。昨日は12時間です。どういうこと？スタジオに住んでんのかな、マジでカエラ。